コンクマー、ハチスカクマです。 BL ドラマオールドファッションカップケーキのレビュー最終話後編になります。前回も言いましたが、戸川は元の上司と部下の関係でいさせてくださいと言いました。でもこれはもう元の関係に戻れない。戸川はもう二度と野杖と茶化し合うこともできない。野杖はもう二度と戸川に笑いかけてもらえない。二人の関係の結末はどうなっていくんでしょうか。名残惜しいですが、これで最後となります。それではオールドファッションカップケーキ最終話後編、男性目線で今回も汚い感想を述べていきたいと思います。それではレッツゴー。野杖は歩きます。戸川からもらった傘を持って、戸川はいつも傘を2本野杖のために持ってきていました。ただあの時と今の違いはさ、あの時の戸川は薄く笑っていて、今の戸川は寂しそうに去っていったこと。このまま何もしない自分に戻れば、戸川はもう二度と俺に笑いかけたりしない。野杖は足を止めます。ダメだ、そんなの全然大丈夫じゃない。野杖が走り出します。進んできた道を逆走します。俺はただの上司にはなれない。可愛く笑いかけてほしい。俺のために怒ってほしい。俺のために泣いてほしい。喜怒哀楽全部ほしい。そして戸川、野杖さんどうしたんですか、大丈夫ですか。俺も、え、君が好きだよ、死ぬほど。ごめん、ただの上司でいようと思ったんだけどダメだった。毎日君からいろんなものを受け取ってたのに気づかないふりして本当にごめん。ここね、ほんと深いんだよ。僕はさ、ここまでのシーンが野杖のうつろな顔が多い理由がさ、戸川に関われない寂しさだと思ってたんだ。でもそっちよりも戸川の行為に気づいて気づかないふりをしてるのが辛かったんだね。優しすぎるんよな野杖は。戸川がやってることっていうのは戸川が自分で決めた食材です。そこに対して罪の意識を持つ必要っていうのは実は野杖には全くないんだけど、それでも野杖は心の底から悪いと思ってるからごめんって言うんだよ。そしてこのごめんにもそれぞれ意味があります。一つは戸川が決めた上司と部下でいられなかったことへのごめん。もう一つは戸川の優しさを気づかないふりをしていたことへのごめん。上司と部下でいようって言ったのは戸川です。そして勝手に野杖を気遣っているのも戸川です。戸川が勝手にやってる行動です。でも全部それをごめんで野杖自身の責任にしてるのよ。野杖は今回好きだよって告白して、そして戸川がやることも全部受け止めた上で全部自分の責任だって言ってるんだよ。包み込んであげてる。彼の仕事のスタンスもそうだよね。部下の責任を全部取って自分で解決していく。男目線でさ、憧れる男っていろんなタイプがいるけど、僕が憧れる男はね、こういう誠実で芯のある男。野杖は見た目では一見ね、やさおでひょうひょうとしたタイプなんだけど、中身は純粋で実はむちゃくちゃ男らしいんだよね。もうまさにね、かぐや様は告らせたいの真逆、男らしいとは本来こうあるべきだなって感じの男だと思います。ちょっと待ってください、ストップ。戸川は野杖の手をつかみ引っ張って人気のない場所に居場所を変えます。そして野杖に背を向けて言います。野杖さん、それは多分同情です。俺がうっかり泣いたりしたから流されてるだけです。もう気にしないでください。あんなことしといて本当にすみません。でも時が経てば忘れられます。時が経てば、これは野杖にも言ってるけど自分にも言い聞かせてるようだよね。戸川からすればさ、野杖は全く悪くない、そんなことで急に謝られたわけさ。ごめんなんて言わせてる自分自身が嫌だと思うし、野杖の同情だって思ってるから胸が痛くなるよね。でも野杖は続けるんだ。俺は忘れないし君にも忘れさせない。忘れたくないよ。あんな風に毎日自分のことを考えてくれた人を忘れられるわけがない。だからそれが同情なんかじゃない。そうかぶせて野杖が戸川の体を自分の方に向けます。それで目が合うんですね。まっすぐに戸川の目を見つめながら今までにない強い瞳で野杖が言います。怖かった、君に好きって言ったその先どうなるんだろうって、分からなくて怖かった。この時戸川が体ごと野杖を拒否するんだけど、そんな戸川を野杖は無理やり正面向かせようとするんだ。ごめん、また逃げてた。
ごめん。でも君が隣にいない明日の方がずっと怖いって思った。俺は上司として若くない。君の人生の汚点とか足かせになるかもしれない。ここね、野添はまずこの前に怖くて逃げてたって言ってたよね。その理由がこれ、人生の汚点と足かせになるかもしれないだったわけです。で、野添にそう思わせてる自分が戸川にとっては嫌なわけだから、戸川はそんなって言いながら目を背けます。でもそんな戸川を抱き留めながら野添が、でもこれを言い訳だって言えるくらい俺は若いでしょ。これ戸川が野添が若いって言ってくれたから、そしてアンチエイジングがあったから逃げるのをやめれた。そして君の知らない新しい幸せを俺も同じように知りたい。良くも悪くも君の人生の一部になる自信がある。そう言って真正面に戸川を向ける野添。君が好きだよ。泣きながら戸川が野添を抱きしめます。これさ、本当に戸川が救われた瞬間なんだよ。なぜなら野添に若いって自覚を持ってもらおうとしてたのも、自信を持たせようとしてたのも戸川です。今の野添の姿は戸川が待ちわびてた野添で、そして野添はそんな自分を、そして戸川を肯定してくれてるんだよね。野添さん、うん、好きです。うん、俺の人生の一部じゃなくて全てになってください。うん。そう言って二人はどちらともなく口づけを。お疲れ様です。飛んで離れる二人。そして二人で笑い合う。横のね、お店からね、客が出てきたんだね。そして手を取り合い走り出す。まるで愛の逃避行みたいに笑いながら、別の人気のいない路地に入って、戸川は、野添さん、もうよそじなんですから愛の告白場所は選んでください。君こそもうみそじなんだから連れ込む場所は考えてよね。そして二人はまた笑い合います。野添さん、大丈夫です。年の差とかマイノリティとか、そんなのは応援する球団の違いとか、その程度のことです。なんてことありません。そう言って野添の顔をつかむ戸川。喧嘩もすれ違いも誤解ももっとしましょう。それで80歳までずっとこうやって仲直りしましょう。え、81からは？また笑い出す二人。そしておでこをくっつき合って、じゃあ荷物取ってきます。帰らないでくださいね。ほら早く取ってきて。もうよそじなのに場所を選ばずキスしちゃいそう。そして時が経ち、またね、野添の職場の二人の女性が談笑しています。これ課長の確認取れたやつ。でもね、課長が野添じゃなくなっています。今までより文字大きくね。ちょっと老眼の入った課長なのかな。野添はどうやら新しい部署を選んだんだね。野添のチームはまだ慣れてなさそうだけど、男性二人も頑張ってるみたいです。なあ昼いかね。戸川も一緒に。またいねえし。戸川はお昼しょっちゅうどっかに行ってるみたいですね。これはこれでね、みんなで支えるタイプの課長で、みんな頑張れるのかな。さて一方別の場所では野添が映ります。前の三つ揃えのスーツを着た野添、優雅な歩調でパンケーキの店に入っていきます。野添さん遅いですよ。ごめんごめん。戸川とね、どうやらこのカフェで待ち合わせをしていたみたいですね。二人でパンケーキをつついています。どうですか新しい部署は。まあ優秀な部下ばかりだしなんとかね。そっちはどう。全く問題ありません。新しい課長は優秀なんで。そう言って二人は笑います。あのさ、今更なんだけど、移動戸川を避けようとして決めたんじゃなくて、君のアンチエイジングのおかげでもっと新しいことに挑戦しようと思って。分かってます。野添さんが仕事を楽しそうにしてくれて俺も嬉しいです。迷いない笑顔でまっすぐ野添を見て答える戸川。野添さん、明日はどこへ行きましょう。どこでもいいよ、戸川がいれば。そう言って戸川が食べているのを見つめる野添。戸川がね、その視線に気づいて自分のパンケーキを切り分けます。そして野添の口へ。今日より明日、明日より明後日、明後日より5年後、俺はきっともっと。いやもうね、むちゃくちゃいいドラマ。すんごい好きな作品になりましたね。このドラマって面白い構成になっていて、モノローグが少ないんだけど、モノローグが出るときは野添、
でも戸川の方が視聴者に感情が伝わりやすいっていう不思議な構成になってるんだよね。そして最終話手前で戸川の思いがほとんど分かってさ、その中でも野添はねまだ無言を貫いてたんだけど、最終的に秘めてた野添の感情を爆発させたのは2本の傘でした。今までの感情を全部吐き出すかのように、それこそねにわかに降ってくるスコールのように咳を切って感情を出してみた。これね副題の付け方が面白いよね。2本の傘と降り出した思い、戸川が雨を防ぐためにいつも用意してた2本の傘、この話の中では雨は降らなかったんだけど、文字通りその傘のせいで野添が気づかないふりをしていた戸川の変わらぬ愛に、自分の思いに気づいて咳を切ったように野添の思いがこの後半で文字通り降り注いだ回でした。さて今回は最後の回なんでね、物語の全体的な総評も言わせていただきます。このドラマってさ派手ではなくて細かくリアルな部分が多い。今回もさ戸川が野添の好きだよって言った後わざわざ手を引っ張って場所を変えるシーンがなんと2回もあるんだよね。でもドラマってさフィクションだからああいう場面でわざわざ場所は変えないことも多いじゃないですか。追いついた場所はたまたま誰もいなかったり、仮に周りがいても2人の世界だけで無視してくれたり。でもこの作品は結構そういう部分でね描写をわざわざ挟んでくるんだよ。野添の机がドンとかされたシーンとかも何回かあったけどさ、必ず周りの視線が飛んでくる、人目を気にするシーンがあって、戸川と野添が意図的にそのために場所を変えるシーンも何度も描かれる。そんなね現実的な表現をこの作品ではなぜかたくさん入れてくる。鍵を借りてって時計を戻すシーンで修正してきたのとかもそうだけど、いわゆる劇的で大げさなシーンじゃなくて細かいリアル感のある恋の演出が非常に多いのがね、これが他の BL と少し違うところ、好みは分かれると思うけどこの作品の売りになってると思います。そのリアル感の土台があるからこそこの作品の特徴であるあのひねった言葉の駆け引き、それぞれのキャラクターの感情の演技も映えるものになったと思います。実際の会話ではねあんな語彙力あふれる会話って出てこないんですけど、この舞台のリアルさがあるからこそあの会話が自然に作品に馴染めたと思います。割と隙のない完璧な男2人の恋愛だからこそこのリアル感っていうのが非常に重要だったと思うんだよね。もちろんね原作の素晴らしさもあるけど、これは本当にね監督や脚本さん演技指導者さんの手腕であると思います。そして最後までねアンチエイジングが効いてきたのも素晴らしい。縦軸としてね、最初はさ1話ではタバコを吸って意欲もなくて、それを戸川がさ意欲がある昔の野添に戻そうとするんだよね。でそれがずっとポイントポイントで生きてきます。戸川のスキンシップシーンなどももちろんなんだけど、最後のダメ押しの告白の一言、俺は若いでしょ、これさ戸川が始めたことが野添のラストの決め台詞になって、そしてそれが絶望の淵にいる戸川を救う戸川にだけの愛の言葉になるんだよ。そしてねスマホも使えなかった野添がタバコ吸わない、そして三つ揃えのスーツもびっしり決めて威風堂々と歩いてさ、そして新しい職場に行く戸川のいない職場へ、これさ思い人と離れてもチャレンジするって結末は普通こういう展開の時ってもっと劇的にね描く作品の方が多いと思うんだよ。二人が離れ離れになっちゃう、どうなるのって感じでさ、でもそういう部分を大々的にしなくて検討も非常にシンプルで、それも踏まえた上で最後の納得した戸川の笑顔がね変化した野添を素直に喜んでてさ、これがねすごい素敵に見えるのがたまらない。そこはね本当にいいリアルさを追求した、意味のあるリアルさをしっかりストーリーに入れてきてるなって思います。あとこれはね伏線かどうかわからないんだけど、今回戸川が80までずっと仲直りしましょう、それに野添がそれで81からはって答えます。この回答ってもしかしてあれかなと思ったんだよ、あの3話かなって。3話でね幸せとは何かとか人生とは何なのかとかそこまで思い詰めることはなかったんだなってで野添が言うセリフがあるんですよ。それに対して戸川の答えが、その楽しみは
80まで取っておいた方がいいかもしれません。その時は付き合ってくれる？喜んでっていうやり取りがありました。じゃあ81歳からの2人は人生や幸せの意味を考える野添に戸川が寄り添って楽しく付き合ってる、そう左岸先生は密かに思い描いてるんじゃないのかなって思ってしまいました。他にもこの物語ってもう最後まで大筋決まってるんじゃないかな。さて最後に触れておきたいのがね、もう2人の演技力よね。まあとんでもない、2人ともとんでもない演技力でした。まずは野添役武田浩平さんなんだけど、時系列で全部演技が違うんですよ。戸川と最初出会った頃の自信があってひょうひょうとした野添、そして雨の中傘を差してるシーンでは中間のね、あの三つ揃えのスーツの野添が映ります。この時もね演技が微妙に違って、この時はね若干もう疲れてきた感じが出てるんだよね。そして第1話の時のあの擦れた、もう完全に擦れ切ったアンニュイが出始めた時のタバコ吸ってる野添もめちゃめちゃね哀愁漂う感じが良かったし、そしてその後の徐々に生き生きとしてくる野添、まあこの時の野添もね生き生きしてくるとともに、なんか新しいことが始まる不安感っていうのが見てる方にも伝わってきて、そこがむちゃくちゃ良かったんですよね。日常の変化にビビってるっていうかさ。そして風邪をひいた時のかすれた野添と、あと戸川と上司部下の関係に戻ってあの覇気のないかすれた野添、こっちもねまた微妙に違う演技なんだよね。そういう細かい感情の違いを視聴者に分かるほどにきっちり演じてくる、もうさすがねベテランというか、演技ってそのドラマの雰囲気に合わせて求められる演技が変わってくるから一概に誰がすごいってのは言えないんだけど、今まで僕がね BL 演技を見た中では一番感情を細かく演じ分けてるなって感じましたね。もちろん作風がねすごい繊細な作風なんでそうせざるを得ないってのはあるんだけどね、それにしてももうめちゃめちゃすごかったと思います。だって野添ってさ、もともと感情の起伏の激しいキャラじゃないんだよ。その中であれだけの細かい感情が見てる方に分かるほどに表現するってのはね、しかも武田さんさ他のキャラの時って演技全然違うでしょ、本当に脱帽ですよ。そして戸川役木村くんもそれに全然負けてない、基本無表情なキャラなのに喜びや性格が分かる細かい演技、思いっきりねあの頬張るご飯を頬張るキュートな演技も見せてくれて、特にはねもう最後の方の感情をあらわにした演技、泣きの演技とかさ、もうこちらの胸が締め付けられるんだよね。あと何度も言うけどさ、舞台役者にありがちな大きい演技ではなくきっちり細かい演技で見せてくるあたりがさすごいなって思いましたね。あのドラマの演技と舞台の演技って違うんだけど、舞台役者さんってさなんかドラマに来ても大きい演技が得意で、まあそれをねドラマ上で求められることも多いんだろうけど、でも木村くんはね舞台やミュージカルにべったりしてるはずなのに、そっち側の匂いをね感じさせる演技では全くなかったんだよね。ドラマの演技になってたんだよ。これはもう軽く天才だろうと思いましたね。この人舞台役者だけやらせておくにはあまりにもったいないって思います。舞台ももちろんやっててほしいんだけど、ドラマも定期的にやってほしいくらいねドラマの演技がうまい、素晴らしいですね。この先もだからもう若いし期待の俳優ですよね。もう言いたいことね他にも山ほどあるんだけど尺もあるからこのくらいにして、この作品ね原作は続いてるんで、もう次回作もぜひ期待したいということで、こちらのドラマ現在地上波放映中、 TVer で振り返り放送もしているので見逃した方はそちらでも、 YouTube でもね現在第1話が無料公開中です。あと FOD および楽天で有料配信中、そしてなんとおまけ話付き DVD が発売決定。こちらねちらっとだけ映像が出てるんですけどすごかったんで、もし購入される方はチェックしてみてください。さらにコミックがオールドファッションカップケーキ、オールドファッションカップケーキ with カプチーノ、そしてオールドファッションカップケーキエピソード0、さらに現在もシリーズ連載中ということでね、次のドラマ化の可能性もあるのではないでしょうか。さてこちらの素敵なドラマを監督加藤彩香さん、脚本宮本武さん、原作左岸先生、そして携わってくれたスタッフの方々、役者の方々、本当にありがとうございました。これで今回のオールドファッションカップケーキの感想は終わります。
ハチスカクマでした。おつくまー。